はい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 。なんか眠くてさ、もうお昼過ぎてるけどまだ寝ています。よいしょ。起きるからな、腹筋弱ってる。ジャン君、あい、ポンちゃん、ポンちゃん、あれ、ポンちゃんが何かに、なんかいる？ポンちゃん、ポンちゃん、なんかいるんですか？扉が開いちゃったのね。扉と戦ってんの。ポンちゃん。はい、はい、で、はい、はい、はい、じゃあ今日はじゃあここでね。はい、ジャン君、あ、ポンちゃん、ポンちゃん、風が強いね。風で開いちゃったみたい。俺がちゃんと閉めなかったのかも。そしたらね、ポンちゃんがその扉に向かってね、勝手に動いたからだと思うんだけど、にゃーって言いながら調べに行ってた。ポンちゃんが？そう。ポンちゃん偉いね。調べに行ったの。めっちゃ偉いよ。ポンちゃん。息があるね、ポンちゃん。さあ、おやつにカップラーメンを食べようと思うんですが、大変なもの。どれがいいか。すごいことになってます。どれがいいか聞こうと思って持ってきた。はい、黒犬おじさんはですね、ほぼほぼこれが 99.9% なんですよ、こいつ。で、他をほぼ食ったことがないのね。カレーは何回かあると思うんだけど、あ、これはでもこれ欧風カレーなの。これね、私が好きな方、多分2回ぐらいしか食べたの。あ、本当？これさ、これはなんか新発売の味噌です。味噌、これはゼロでしょ。だい、ま、前、もうちょっと前からできてたはずなんだけど、うん、私も味噌はね、ちょっと勇気がなくて、これ食べてないかもしれない。本当？これ好き、私、うん、これ食べてみようかな。これは多分1回ぐらい。本当？チリトマトと、うん、この欧風カレー結構好き。これは初。初心者にいいやつ、どれだろう。シーフードも好きな人は好きだからと思って、うん、とりあえずで、なんか
じゃあ全食買ってみた。起き抜けでぼーっとしてるからこれ食べてる、うん、チリってことはちょっと辛いってことか、うん、でもそんな辛くない。でこれはもらった、母からもらってきたよ。こういうのは割と、うん、まあ銘柄にかかわらずよく食べるんだけど、うん、まあ、普通カップヌードルはカップヌードルしか食ったことないんだよね。これももらったやつなんだけど、ここ多分あの、うん、ビッて切った時に切っちゃったんだろうね。母は気づかなかったのかも。なんか段ボールを多分切った時に切っちゃったんだと思うんだよね、うん、はい、はい、じゃあこれですね、はい、分かりました。ジャン君ジャン君ポンちゃん来な、ポンちゃん登場。かわいい仲良し。ポンちゃんスリスリ。ポンちゃんがスリスリ。カメラ的にはゴリゴリ。ポンちゃん。ちゃんくんと仲良くするんじゃないの？カメラにスリスリなの？あれ。ちゃんくん。ポンちゃんに甘い。甘えに行かないな。はい。できてんの。ポンちゃん。ちょっと甘えに行っていいよ。ジャン君に甘えなくていいの、ポンちゃん。そうなんです。完全に塞いでいます。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん、いいかね、ポン、ポン、ジャン君、ジャン君、ジャン君、ドアップでかっちょいいことになってるよ、ジャン君、ジャン君、ジャン君。ジャン君カメラ見たらどうですか？ジャン君、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 うん、カメラ目線の。眠いの。はい、ジャン君、ポンちゃん、あ、並んで買ってみた。いやいや。いやいや。こっちこっち。はい、鬼滅の刃のような兄と妹の絆、兄弟の絆、あ、こっち見てください。はい、こっち。ジャン君はもう見もしない。何言ってんの、はい、何言ってんのって感じ。はい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 、兄弟の絆絆絆。ポンちゃんはジャン君が大好きです。はい、本当だね、ジャン君、ポンちゃん。ジャン君も優しくしてあげてね。ジャン君優しくしてあげてね。はい、ジャン君もブラシしてあげるよ。はい、本当だね。よしよし。あ、嘘。はい、絆破り。なんで？